ベネツィア・ジュリア。ベネツィア・ジュリアは、現在のイタリア、スロベニア、クロアチアにまたがる、歴史的な地域を指す、イタリア側からの呼称。アドリア海に面し、イストリア半島、クラス地方、カルスト地方、イゾンツォ川流域を含む地域で、主要都市として、トリエステがある。第一次世界大戦後から第二次世界大戦終結までの時期は、全域がイタリア王国の領土であった。もともとこの地域には、イタリア人、スロベニア人、クロアチア人などが暮らしており、第一次世界大戦までは、オーストリア=ハンガリー帝国の領土であった。第二次世界大戦後は、イタリアとユーゴスラビア、スロベニア・クロアチアによって分割された。現在、イタリア領に残っている地域は、フリウリ=ベネツィア・ジュリア州の一部となっている。ベネツィア・ジュリアの名は、イタリアの言語学者、グラツィアーディオ・アスコリが1863年に用いたのが始まりである。もともとは、ローマ帝国における、ヴェネティアイとヒストリア行政区を地理的、文化的なまとまりから、以下の3つに分けたうちの1つであった。ジュリアは、この地域の北部を走り、古代ローマ時代には、イタリア本国の東北の境界を構成した、ジュリアンアルプス山脈にちなむものである。なお、ジュリアンアルプス山脈の名は、ユリウス・カエサルに由来している。ベネツィア・ジュリアを含む、3つのベネツィア、トレ・ベネツィエは、19世紀後半以降のイタリア統一運動、イレデンティズム運動の中で、この地域のイタリアへの帰属を主張する名称として、政治的な色彩を帯びることになった。オーストリアの統治下では、沿海地方を意味するキュステンラントと呼ばれていた。また、沿海地方を意味する多言語での呼称、リトラル、ロマンス諸語、リタール、リトロル、プリモリエ、スラブ語派、プライモージも用いられた。英語においては、オーストリア領時代は、オーストリアンリトラルと称するが、特に第二次世界大戦後のこの地域を指す、名称としては、周辺諸国から政治的に中立的な呼称として、ジュリンマーチが使われる。マーチは、辺境地方、国境地帯の意味である。そのスロベニア語、クロアチア語系が、ユリースカ・クライナ、ジュリジュアスカ・クライナ、ラテン語系が、カルシア・ジュリアである。中世、アドリア海沿岸のイストリア半島の大部分は、ベネツィア共和国の半島に属したが、自治都市トリエステは、ベネツィアへの対抗上ハプスブルク家の保護下に入った。1797年のカンポ・フォルミオ条約によって、ベネツィア共和国が解体されると、この地域は、オーストリア、ハプスブルク家の領有となる。その後、フランス帝国下のイリュリア州に編成された時期を経て、1813年にオーストリアが占領、1815年のウィーン議定書でオーストリア帝国の領土として認められた。以後、第一次世界大戦終了に至るまで、重要な港湾都市トリエステを擁する、この地域は、キュステンラントと呼ばれ、オーストリア帝国、1867年以降は、オーストリア=ハンガリー帝国の領土オーストリア帝管領であった。キュステンラントは、帝国自由都市トリエステ、コリツィア・グラディスカ伯国、イストリア辺境伯領の3地域から構成され、トリエステの総督がこれらの地域を統治した。1910年の時点で、キュステンラントの面積は7969キロ平方メートル、人口は894,287人であった。イタリア人は外して都市部、沿海部に居住し、スロベニア人とクロアチア人は内陸部に多く住んでいた。1910年に行われた国勢調査による母語別の人口調査によると、キュステンラント全域においてイタリア語話者、約6から 7.5 万人のフリウリ語話者を含むが356,676人で人口の 40% を占め、次いで、スロベニア語話者276,398人、31%、クロアチア語話者172,784人、19%、ドイツ語話者29,077人、3% が続く。19世紀のイタリア統一運動の結果、1861年に建国されたイタリア王国は、さらに、イタリア人が居住する、全地域の統一を目指した、民族統一主義、イレデンティズム。1863年、ゴリツィア出身の言語学者、グラツィアー・ディオ・アスコリは、ローマ帝国における、ベネツィア・ヒストリア地方を地理的、文化的なまとまりから3つに分けた、地域区分を提唱した。すなわち、であり、これが、ベネツィア・ジュリアという地域名の始まりとなる。1866年、広塩戦争に連動して、オーストリアとの戦争、第3次イタリア独立戦争が行われた結果、イタリア王国は、ベネツィアを含むベネット州の改修に成功したが、イゾンツォ川流域や、トリエステを含むイストリア半島など、キュステンラント一帯は、オーストリア領として残された。イタリアはこれらの地域を、未改修のイタリア都市、領有を求め続けた。ベネツィア・ジュリアの名は、この地域のイタリアへの帰属を主張する名称として、政治的な色彩を帯び、広く用いられるようになった。第一次世界大戦において、イタリアは三国同盟に加わりながら、当初は中立の立場をとっていたが、1915年4月に、イギリス・フランスなどの協商国と、未改修地域のイタリア編入を認める密約、ロン条約が結ばれると、一転協商国側に立った。1915年5月にはオーストリアに宣戦して、イゾンツォ川流域で戦闘を開始、以後2年半に及ぶ長い戦いを繰り広げた、イゾンツォの戦い3章。1917年10月24日から、カポレット、現在のスロベニア領コバリードで行われた、カポレットの戦いで、イタリア軍は、オーストリア軍、ドイツ軍に大敗を喫して敗走、イゾンツォ川流域はオーストリアが奪回する。しかし、1918年10月23日からのビットリオ・ベネトの戦いによって、オーストリア軍の戦線は崩壊。イタリア軍は追撃を行い、11月1日にトリエステに部隊が上陸して、都市を占領した。11月3日、ヴィラジュスティ休戦協定が締結されて、イタリア戦線の決着が行われ、イタリア軍は、ロンドン条約に沿って、ベネツィア・ジュリアを占領した。第一次世界大戦後、連合国とオーストリアとの間で結ばれた、サンジェルマン=アン=レイ条約、1919年9月10日、や、イタリア王国とセルボ・クロアート、スロベーヌ王国、以下、ユーゴスラビア王国との間で結ばれた、ラパロ条約、1920年11月12日により、オーストリア領キュステンラントの大部分は1920年にイタリア王国に編入された。ただし、キュステンラントのうち、クバルネル湾に浮かぶクルク島や、カスタブはユーゴスラビアに編入されている。イタリア王国は、ベネツィア・ジュリアに、ゴリツィア県、トリエステ県、ポーラ県を設けた。また、伝統的には、ベネツィア・ジュリアとはみなされていなかったフリウリ地方のウーディネ県が、ベネツィア・ジュリアに含まれることもあった。フィウメ湾の奥に位置する港湾都市、フィウメ、現、クロアチア領リエカは、15世紀以来ハプスブルク家の所領となっていた都市で、帝国直轄領キュステンラントには含まれていなかったが、イタリア人住民の多い都市であった。パリ講和会議で、ユーゴスラビアに割譲することが提案されたため、イタリアの民族主義者である詩人、ダン・ルンツィオが1919年9月12日に民兵を率いて、フィウメを占領する事件を起こしている、カルナーロ=イタリア失政府3章。ラパロ条約で、フィウメは、イタリアにもユーゴスラビアにも属さない、フィウメ自由市、フィウメ自由国とされた、1924年に、イタリアとユーゴスラビアの間で結ばれたローマ条約によってフィウメ自由市は解体された。フィウメの西部はイタリアに併合されてフィウメ県となり、東部のスザク地区はユーゴスラビアに割譲された。イタリア王国、ムッソリーニ政権が統治した時代、強制的同化などの民族主義的な迫害が原因で約10万人のスロベニア人やクロアティア人がこの地を去り、ユーゴスラビア領、約7万人やアルゼンチン、約3万人に移住していった。一方、1918年以降、ユーゴスラビア領になったダルマチア、アルバニア・ベネタからは、数千人のイタリア人住民、ダルマチアイタリア人の移動が起こっているが、その多くは、イストリアやトリエステに移り住んだ。第二次世界大戦中の1943年9月、イタリア王国、バドリオ政権が連合国に降伏すると、ドイツ軍が北、イタリアを占領した。ベネツィア・ジュリアは、名目上イタリア社会共和国、サロ共和国領域となったが、実際にはドイツ軍が支配し、アドリア海沿岸軍自治区とされた。1945年5月、ドイツ軍が降伏した時点で、ベネツィア・ジュリアの大半はチトを率いるユーゴスラビアのパルチザンが占領していた、ユーゴスラビア人民解放戦争3省。また、重要な港湾都市であった、トリエステやポーラには連合国軍も上陸した。1945年6月に暫定的に引かれたモーガン線を境界として、ベネツィア・ジュリアはゴリツィア・トリエステ依存ツォ川河国やカルスト台地の主要部を含む A 地区、連合国軍占領地区と、それらの地区以外で面積の大部分を占める B 地区、ユーゴスラビア軍占領地域とに分けられた。この地域の英語名称、ジュリアン・マーチは、従来のベネツィア・ジュリアに代わり、この係争地帯を指す、政治的に中立な呼称として用いられるようになったものである。1947年のパリ条約で、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は、その占領地域の大部分を領土として認められ、イストリア半島のプーラも獲得したが、トリエステ周辺は、国際連合管轄下のトリエステ吉地域として、依然分割占領状態が続き、帰属問題が棚上げされた。ユーゴスラビア占領地域からは、1947年頃までに、ほぼすべてのイタリア人の住民がイタリアへと去っていった。ユーゴスラビア当局による迫害の結果生じたイストリア難民の数には議論もあるが、イタリアの論者からは25万から35万人という数が示されている。1954年、イタリアとユーゴスラビアがロンドンで結んだ協定によって、トリエステ自由地域北部、A 地区におけるイタリア、トリエステ自由地域南部、B 地区におけるユーゴスラビアの市政権でそれが相互に承認された。1975年に、オージモ条約により、A 地区、B 地区それぞれがイタリア領、ユーゴスラビア領として確定されるとともに、ユーゴスラビアはトリエステ港への自由なアクセを保障された。スロベニア・クロアチアの境界線は1946年、ユーゴスラビア連邦を構成する共和国の境界線として引かれた。この境界線は1991年に独立を宣言し、主権国家となった。スロベニア・クロアチアの国線となった。ベネツィア・ジュリアは、イタリアのフリウリ=ベネツィア・ジュリア州に名を残している。イタリア側に残ったベネツィア・ジュリアは、現在のゴリツィア県、トリエステ県の範囲と、ほぼ一致している。スロベニアは、プリモルスカ地方、クロアチアは、イストラ郡、プリモリエ=ゴルスキコタル郡として、この地域を統治している。21世紀初頭、旧ユーゴスラビア地域における民族的なイタリア人の人口は、クロアチアで 19,636 人、全人口の 0.4%、2001年現在、スロベニアで 2,258 人、全人口の 0.11%、2002年現在、である。クロアチアには、人口785人中 51.2%、2001年現在、を、イタリア人が占めるグロジュニャンや1873人中 37.37% を占めるブルトニグラなど、少なからぬ、イタリア人が集中する地区も存在している。一方、イタリア側にも、民族的なスロベニア人が少なからず暮らしている。トリエステ県全コムーネやゴリツィア県の一部コムーネでは、言語マイノリティの権利が、イタリアの法律によって保護されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。